かったりな、よかったりしたら手拍子お願いします。はい、神宮の試合もあと10試合となりました。そうですね、10月あと9試合で11月にあと1試合ありますね。明日明後日の試合チケットまだありますのでぜひどうぞ。はい、ボアパーカー村上選手のボブルヘッド付きチケットぜひゲットしてください。コロナ感染症で年末年始の恒例行事、はい、はい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 、つば九郎ドアラのディナーショー、中止が決まったんですか。残念、みんな楽しみにしてて、残念です。まあ一番残念なのは楽しみにしていた、まあマスコットのみんなもそうだけど、まあそうですよね、皆さんもですが、ご理解くださいということです。ドアラもハリー・ホークもマー君も、寂しがってることでしょう。それにしてもコロナです。まあコロナの影響ですね。はい、どこまで続くんでしょうか。コロナにこんな嫌がらせをしたいかなりガッてますね、つば九郎。コロナに嫌がらせをしたい、ねえねえ、自分の席に座ろうとしたら反射の人が間違って座っている、はい、ちょっとね声かけにくいですよね。はい、どこを触っても静電気でビビる、はい、お腹が空いて急いでカップラーメンにお湯を入れたら水だった。あるある、こういう時ね嫌ですよね。はい、音楽ダウンロードしたらすでに入っていたはい、これも嫌ですね。うん、いつも対戦相手が陣の菅野投手だこれも困ります、嫌がらせです。はい、ホテルのエレベーターホールの謎の自販機に1000円入れてるところを上司に見られるこれも嫌ですね。はい、ペヤングのお湯切り蓋がうまく閉まってなくて全部流しに流れるはい、これもかなり嫌ですね。はい、でこれ何でしたっけ、あ、コロナの嫌がらせね。はい、ご立腹のつば九郎です。お待たせしました、両チームスターティングラインナップの発表です。大変な